You're listening to Shibuya Cross FM. フレッシュチャンネル。皆さんこんばんは。渋谷クロス M さんから生放送でお送りしておりますフレッシュチャンネル、本日も豪華ゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあのね、見た目で少し異様な空気なんですけどまずはちょっと自己紹介からお願いします。はい、桜井花です。お花ちゃんって呼んでください。フレッシュさんには何度かグラビアアイドルとしてお世話になりました。はい、あとはですね、特技がバク転です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ひなちこと大賀ひなたです。最近左手の中指を骨折してとっても不便な生活を送っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ソエルンこと添島美咲です。フレッシュさんとの出会いはもう十何年も前なので、フレッシュチャンネルに出れてとっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ゆなさんこと白間ゆなです。最近チーターのドキュメンタル映像を見るのにハマっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゆりなこと増田ゆりなです。特技はバトントワリングです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、見ての通りね、ちょっとコンセプトが際立ったあのガールズグループとして、はい、皆さん活動いただいてると思うんですけれども、はい、はい、どんなグループで。はい、私たちメモリーはですね、はい、Y3 系的ガールズグループです。 Y3 系的、はい、はい、どんな意味でしょう、はい、Y3 系。 Y3 系はイヤーオブ3000という意味で、イヤーオブ3000、はい、あの私たちは3000年では大人気なんですよ、うん、で2000年代でも名を残したいって思って、3000年代からワープしてきました。戻ってきちゃった、はい、っていう設定です、うん、なるほど。だから西暦3000年で皆さんもうすでに超人気者。超人気です。人気です。で、もう遡って2000年遡って人気者になろうと。そうですね。はい。いうコンセプトで戻ってきて、はいはい、じゃあこれは結構未来のファッションなんですかね。そうですね。そうです。はい。これがみんなつけてます。みんなつけてます。ファッション。未来人みんなつけてる、ね。未来人みんなつけてる。はい、なぜつけてるんだろう。これがないとね。なぜつけてるんですか、未来人は。未来人はね、これはね、ファッションとしてつけてるんですけど、でもこれあの皆さんには分かんないと思うんですけど、うん、皆さん目見えないと思うんですけど、うん、私たちからまあ外も見えるし、この中でいろいろ会話とかもできるんですよ。 iPhone みたいな感じですね。 iPhone みたいな、はい、これで会話もできちゃうんですね。会話できちゃいます、はい、なるほど。メールみたいな感じで、はい、じゃあちょっとその辺いろいろ聞きたいんですけれども、はいはい、あの渋谷クロス M なんですけれども、公開な収録生放送でお送りしまして、今日もファンの方が、はい、結構来ていただいてるのでありがとうございます。ありがとうございます。すごい。本当にね、結構ここ通行していただいてる海外の方とかもすごい、日本のジャパニーズフェイマスアイドルだと思って見てくれてるんでね。ハロー。ぜひハローって。ハロー。言っとかないとね、3000年後から来ましたって。西暦3000年から来たアイドルです。はい。英語がわからない。3000。3000は日本語だよ。3000。発音。大丈夫です。大丈夫ですね。何回も大丈夫ですねって聞かれちゃった。はい。で、皆さんこのコンセプトが結構すごい際立ってるというか、はい、あのガチガチに決まってると思うんですけども、はい、キャラクター、それぞれのキャラクターでも何か際立ってたりするんですか？3000年後のキャラクターとして。特に、まあ、グループ内では 誰が何キャラとか決めてないんですけど、うん、あの全員血液型がバラバラで、本当に性格もバラバラで、うんうん、まあ、お花はほのぼのとしてるね。はい。こんな感じですか、ね、はい、こんな感じです。緊張してるからこれじゃなくてこんな感じなんですね、はい、なるほど、こんな感じで、こんなんです。でも、もともとそのグラビアのね、活動されてたことを知ってるんで、はい、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。何度か、あのね、ありがたいですいただいてたと思うんで、はい、ちょっとこんなに隠れてるのを見ることがないですよね。逆に逆にそうなんですよ。2000年の姿はちょっとね、うん、水着でね、うん、ハレンチな感じ、ハレンチというかセクシーな感じで、セクシーな感じでやらせていただいてます、うん、はい、はい、めちゃめちゃ外国の方がすごい、はい、Thank you Thank you っていうね、はい、あ、あとゆなさんは、はい、あの
これが、まあ、私たち個々に活動はしてきたんですけど、はい、ゆなさんはこれがもう芸能デビュー。なるほど、はい、そうです。ラジオ初で、はいはい、ラジオも初で、もういろいろ初です。いろいろ初で、はい、何もかも。人前にこの眼鏡をつけて出るのは、あ、ちょっと前に、ちょっと前に一度一回みんなで慣れました。慣れなるほど。この眼鏡はみんな初めて だろうなと思ってるんですけど、どうでしょうか。どうでしょうか。初めてですね、それは。意外とね、私たちはすごい見えてるんで、快適なんですけど、ね、見てる側の人は目が見えないから、うん、そうですね、なんかどこを見てるのか結構わからなくなる。そうですよね。メンバー同士も目合ってるかどうかわからない。逆にそのグラビアアイドルを見るときはいいですよね。あ、そうですね、視線が結構くすぐられちゃうから。いいですね、うん、撮影会とか導入したらどうですか。そうですね、これ導入したら、ね、確かにみんなバレないようにファインダー覗いてるんでね。そうですめちゃめちゃいいじゃないですか、うん、でもしっかりね、どこ見てるかバレない。いっぱい撮ってもらって、はい、ゆなさんは、はい、実際こういろいろね、こう初めてっていうことなんですけれども、うん、はい、普段休みの日とか何してるんですか。休みの日は家にワンちゃんが、はい、犬を飼っているので、まあ、散歩を1日2回しないといけなくて、はい、朝行って夕方また行ってって感じで、1日いつの間にかそれで終わってます。あ、散歩がそれでそのワンちゃんは、はい、1000年後から連れてきた。いや、多分ワンちゃんの感じは、はい、こちら側でこちら側で、そうですね。こっちに来てから飼い始めた。あ、難しいな。まだね、デビュー前だから、これからね、結構ふわふわしてるんです、うん、私たちも、はい、これから結構詰めていくっていう、はい、これから詰めていきます。詰めさせてください。はい、徐々に徐々にね、徐々にいきます。はい、その1000年後、こうファッションが Y3K かな、はい、ということなんですけれども、なんかやっぱりその3000年後って、3000年ってどんな風になってるのっていうフリートーク、やっぱこれからもね、来ると思いました。来ると思うんですけど。はい、ファッション以外にここが1000年前と違うよっていうのは、この間話したんですよ、それ事務所でも、はいはい、話した、みんな何言ってたっけ。とりあえずみんな浮いてるっていう話をしましたね。なるほど。だいたい空中にいるっていう。だいたい空中にいる。地に足ついてないみたいなっていう話を。じゃあ地面にはもう何もない。地面にはあるっちゃありますよね。あるっちゃある。やっぱその運動不足になっちゃうんで。運動不足になっちゃうから、はいはい、空中にいると、はい、なんで地面が恋しくなったら降りてまあでもなんで浮いてるんだろう。ホバークラフトですよ。ああ、はい、それは技術の進歩で、技術の進歩はあったとして、なんで浮き始めたの。地上じゃダメだった。いや、でもやっぱみんな今2000年代の人も空飛びたいって思うじゃないですか、うんうんうん、だし、なんかホバーとかって、うん、結構憧れじゃないですか、うん、もうそれがやっと実現したっていう。やっと実現したって、うん、およそ何年後ぐらい。およそ何年後。そうですね、私が生まれた時にはもうあったから、ちょっとわかんない、ね、まあ、簡単に言ったら某ドラえもんの延長線です。タケコプターと ね、 あ、そうですね、どこでもドアと、はい、みんなが憧れる、ね、そういう世界から来て、はいはい、活動されてるという、はい、そういうことで、なぜ1000年も遡ろうと。なんかもう3000年代だったら、もうこっちの世界でいう、そうですね、某スマップさんとか、うん、某嵐さんとか、そんぐらいの存在なんです、うん、私たち。なるほど。だからもうその先ってもう多分歴史に残るんですよ、私たちは、うん、歴史に残らない部分ってどこだろう。過去しかない。そう思って過去に来ました。かっこいい。かっこいい。イエイ。それはかっこいいですね。この先はもう残ると。そう、もう残るから、うん、もう教科書載っちゃうみたいな。教科書載っちゃってるから、はい、でもその前はね、その前は、うん、知らないから、うん、知らないから見てみようっていう気持ちで。なるほどね、はい、お、確かにそれはすごい。全部設定ですけどね。はい。本当にこの格好をなかなか外に見せるっていうのが、そろそろ目見たいかな、みんな。そうですよね、多分。見たいですか。どんな顔って。確かに。あ、見たいですね。じゃあ撮りましょうか。撮りましょうか、はい、あ、撮れるの。あ、眩しい。うわ、待って、眩しい。本当に怒んないで、怒んないで。白いですね、だいぶ、ね、白かった、結構。映り良くするために照らしてくれてるから。そういうことですね。結構白かったな、ぱっくり。ありがとうございます。これはでもその素顔をね、はい、公開っていう楽しみもありますよね、はい、出していきましょう。はい、はい、みんなカメラ、はい、カメラ見て。イエーイ。こんな顔でした。こんな顔でした。
こんな顔でした。はい、これもう皆さんどれぐらいレッスンというか、もうすでにかなり活動は長いと思うんですけど。はい。レッスンどこからやってたの？11月とか、10月ぐらいからですね。そうです。じゃあそろそろというか、もうみんなそれぞれのキャラクターは分かってきた。分かってきました。私はもう、ゆなさんは本当に初めてだから、このために入ったと言っても過言ではないぐらいなんですけど、あの他の3人はもう知ってたので、なるほどなるほど、はい、なんとなく私は分かってたんですけど。じゃあゆなさんはどうですか、お花さんから見てゆなさんはどんなキャラクター？ゆなさんはどうですかね。なんか、はい、不思議ちゃんですね。不思議ちゃん、不思議ちゃんに不思議ちゃんって言われて、私不思議ちゃんですか？不思議ちゃんだよ。自覚ないの？全然自覚ないです。ちゃんだよ。じゃあ一緒みたいな感じですかね。じゃあ同類っていうんですかね。ね、はい、でもなんか急に規制を発してますね。それどうして規制を？え、どうしたんですかね。自分でもわからないです。あ、まあ規制だもんね。そうですね。いつの間にか出ちゃってる。いつの間にか出ちゃってる。はい。それはやっぱ声を出したいのか。何かを伝えたいのか。いやでももう疑問を持ってしまったら終わりなのかもしれない。深いね。深いなんでこんなことをしてるんだろうと思っちゃダメだって。そうですね、自然のままね。そうです。なるほど、生きるがままに生きようかと。生きるが生きるが何言ってるか。自然のままね。自然のまま。じゃあゆなさんから見たゆりなさんはどんな印象ですか？ゆりなさんも規制発することあるんですか？大丈夫、規制やばい、グループになっちゃう。私の規制発しないですよ。だから発しないかも。発しない、発しないタイプ。勝手に規制キャラクターだと思って。でも不思議ちゃんです。発しないタイプの、発したことはないです。発しないタイプの不思議ちゃん。ゆりなはどうなんですか？ゆりなちゃんも結構発しますよね。発する、独り言多いね。あ、そう、独り言多いです。ずっと喋ってる。はい、なんかそうなんです、占い師さんに私は喋ることでストレスを発散するから、いっぱい喋れって言われて、はい、そう、それから喋り続けてます。なるほど。その前からも喋ってた。すごい、第一印象で言うと一番なんかちょっと真面目で知的なのかなって。あー、よく言われます。頭良さそうって言われるんですけど、めっちゃバカです。雰囲気が、はい、感じられる、知性を感じるのは騙されてますかね。そう、どうなんでしょう。言っとけ騙されてないって。騙されてないです。騙されてない、はいはい。じゃあそんなゆりなさんから見たソエルンの印象は、なんかなんだろう、ずっともう4年、3年、4年ぐらい知ってはいるんですけど、うん、あんまり関わることがなかったから、うん、もう綺麗なお姉さんっていう感じで、やだ、そう、ずっと見てて、で、やだやだやだ、何が欲しいの？何が欲しい？何も出ないよ。そう、なんかまさか同じグループで活動するとは思ってなかったんで、はい、これから仲良くなりたいなって思ってます。なるほど。もう仲いいでしょ。そう、仲いい。もっともっと、そう、もっともっと仲良くなりたいなって。もうすでになってもう大人気アイドルなわけで、はい、はい、そこからね、もういろんなね、確かに、あ、まあまあ、うん、まあでも本当にね、いろんな活動とかなんかね、大変なこととか一緒にやっていくとより仲良くもなれると思うので、うん、楽しみですね。そんなソエルンから見たひなちえー、私この中で一番活動を一緒にすることが多いんですよ、ひなちが、うん、ひなち一緒に YouTube やってたりとか、ね、事務所で YouTube チャンネルを立ち上げてミニ四駆やってるんですけど、うん、拝見しました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それのミニ四駆部のメンバーが私とひなちと、まあ、1個じゃないや、何個か上の、うん、あの男の俳優の先輩なんですけど、はい、多いよね、関わることがね。多くなりましたね。そう、そこから仲良くなったんですよ、うん、それまででも出会いは、うん、私の初舞台で共演して、そうそう、初めましてしてて、その時は本当にすごい、その時私もすごい綺麗なお姉さんって、やだ。なんか結構セクシーな役だったじゃないですか。その時、うん、だったんで、もう憧れって感じだったのに、まさか一緒の事務所に入って、うん、ミニ四駆で遊ぶことになるとは。そう、なるほどね。その時私前の事務所を辞めてフリーの期間だったんで、まだ事務所が違かったから、その時も喋ってないよね、あんまりね。全然絡むだけじゃなかったから、遠くから、うん、ミニ四駆の動画を拝見しまして、はい、挑戦し、皆さんも、あ、そうなんです、はいはい、すごい、実はミニ四駆が、え、はい、いや、もう昔ね、本当に昔、ただ本当に小学校で一番早かった、うん、あ、すごい、でもやっぱ昔やってた人がやっぱお金あんま使えないじゃないですか、うん、子供だから。大人になって自由にお金を使える状態で始めるミニ四駆はもう、うん、
すごいです。沼、ブルジョアジーです。確かに沼、沼です。当時やっぱ小学生っていろんなどんどん新しいのを買い揃えるのがみんなハマってたけど、もう3台だけに絞ってパーツめちゃくちゃこだわってたから、とても早かった、とても早かったお客さんがなんでちょっと久々にミニ四駆の動画見ていいなと思って、やりましょうでも皆さんの中でもミニ四駆結構やってたよって人いますか？そんな勢い、ちょっとで大丈夫ですよ勢いよく上げても何も変わらないんで、ちょっとでね。そうだし、あのミニ四駆の YouTube を見てから、はい、あのファンになってくださって、ちょっと現場に来てくださる方もいて、はい、確かにそのなんか女性でミニ四駆っていう掛け合わせがなかなかないから、うん、あんまないですね、うん、根を引くというか、はい、うん、ファンもね、好きそうな、頑張っていきたいです、うん、これからもミニ四駆、はい、3人はどうですか、初めて組み立てたりしてみて、うん、楽しかったです。私は結構あの、ね、技術、あの学校の授業で技術っていう、うん、なんかハンダゴテとか、うん、糸の子とかあったじゃないですか、うん、それめっちゃ得意で好きだったんですよ、うん、なのでそれを踏まえて結構うまくできたかなっていう、うん、3000年のハンダゴテです3000年後にはないもんね、ハンダなんてね、きっと。そうですね、私が趣味でハンダしてると思ってくれる、はい、趣味ハンダで趣味ハンダ今で言うこれで火起こすみたいなね。あ、そう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 、ちょっと体験してみようみたいな、これで昔を体験してみようみたいな、はい、でもその時代から来てもう今現代にミニ四駆をやるっていうね、はい、楽しいです。すごくプロデューサーの目の付けどころがすごいね、うん、プロデューサーがやろうって言ったんですよ、うん、もともと、うん、これからミニ四駆をやるぞみたいな、で YouTube 立ち上げるぞってやったら最初の動画がもう何万再生で、うん、私はもうミニ四駆わからない世代、うん、みんなそうね、みんな知らなくて、アニメも知らないんですけど、うん、すね、弾丸の方かな、弾丸も知らないかな、弾丸知ってる人、あれ、あの細いやつ、あれ細いやつ、弾丸なんだろう、あの細いミニ四駆、三輪の、私はもうあれですもん、引っ張ったら走るトミカ、トミカ、うん、ああ、だったんで、チョロ Q ね、チョロ Q か、あ、チョロ Q、チョロ Q の次デジ Q があって、はい、どうされました？どうした？なんか言ってたから、ユナさんどうしました？ユナさん、ちょ、なんでもないです、ちょ、噛んだだけです、噛んだだけ、チョロ Q が噛んじゃっただけチョロ Q を噛んでなんて言っちゃったの？チョロキューみたいな、チョロッツキュー、チョロッツキュー、気にしないでください、かわいいね。確かに一人サングラスしてた方がいいかもしれない、してる、そのしてみる、いや大丈夫、大丈夫めっちゃくちゃ見づらく見づらくてね、暗いって言わないの、暗い暗い、うん、暗い、そのね、でもやっぱりこれをしてると立ち止まる人の数が多いなと思った、うん、じゃあ確かにかけときますかあーいらない、顔が見たい、顔が見たいっていうね、顔が見たいからね、顔が見たい、見せよう、じゃあ、はい、うん、見せていきましょう、カチューシャにもなるよって、あ、ね、カチューシャ似合う、はい、イエーイ、はい、かわいい、かわいい、結構ね、この皆さん際立ったコンセプトのグループなんですけども、はい、まだデビュー前なんですが、はい、この際立ったコンセプトでちょっと今困ったなみたいなことはあったりするんですか？え、いつも困ってます常に、例えばそうですね、あのコンセプト自体はもちろん私たちが考えたわけじゃなくて、うん、ちょっと上のプロデューサーがねチーフが考えたんですけど、本当にもうシビアなもんで守っていかなきゃなって思うんですけど、うん、まあ3000年の未来はどんなところか、うん、知らん参考文献はね、一応ドラえもんだけ支給してもらって、もう頭の中で設定は作ったんですけどね、うん、まだそれは言ってないんですけど、うん、一応作ったりはしてます、頭の中で頑張って、うん、あ、難しい、はい、知らないっていうところね、はい、知らない、全く知らない、あと皆さんバラバラになりかねないからね、うん、そうなんです、ちょっとやっぱそこチームワークを出すために相談しないと、うん、はい、どうですか、はい、ひなちは、はい、困ったこと、困ったことですか急にあなたは3000年後から来ましたと、まあ3000年、3000年後じゃないのか、1000年後の未来、1000年後ですよね、いやでも本当に分かんないっていうか全部だよね、いや、うん、もうもはや行きたい、行きたい、行ってみたい、うん、私がではちょっと思いますねなるほど、どうですか、3000年後の未来分からないので、ちょっと本当設定もね、最初聞いた時によく分からなかったっていうところが私はあるので落とし込むのにやっぱね時間はかかりましたね、あとどこまで守るべきかがちょっとね、いや、そうなんですよ最初
Y3K だったんですよ、うん、で、まあ、その Y3K っていうファッションがあって、うん、それをコンセプトにからいつの間にかこんなことになっちゃって知らないところで3年から来たことになっちゃって、そうですよね、途中からちょっと変わ、うん、変わって変わりましたよね、会議に混ぜてもらうこともなく上が、はい、ファッションでね、はい、まあ、Y3K っていうファッション自体はね、はい、そうですね、最近ちょっと、うん、すぐ来そうなブームでね、うんうん、そうですね、まあ、だからこの状態から徐々に出来上がっていく様もね、だから応援しながら、あの、私はいつやめようかなって思ってます、このコンセプトを。待って、続けないと、続けないと、まだデビューしてないですよ、デビューしてないから、デビューしてまあ1年ぐらい経ったらいいんじゃない。あ、ごめんごめん、作り上げていかない、やっぱそれはいいかな、それは今ちょっと経験値出ちゃってる、そんなこと考えてないから。そうです、何も考えてないもん。そうです、何も分かんないから。じゃあ本当に来てるのね、千年後から。そうです、そうです、その顔何。すごい設定守るやん。すごいやん、忠実やな。そう、まだ揉まれてないんですよ、はい、現状。まだ揉まれてないですね、これからやで。出やす、出やす、出やす、出やす。ちょっとね、一旦ここで、あの、そんな西暦3000年のアイドルの皆さんの曲を1曲先に紹介させていただきたいんですけれども、はいはいはい、今日まず紹介いただく曲は Be My Toy という曲なんですけれども、はいはい、これは、はい、どんな曲なんでしょう、はい、いい曲、いい曲言うと。嬉しい、ありがとうございま す, ういます。リアクションでかいな。リーマイトイなんですけれども、はい、もう YouTube とかもうサブスクそう出てるので、ね、皆さん聞いてくれてる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、とサビがとっても特徴的で何回も聴きたくなるような、うん、スルメ曲となっておりますので、うん、ぜひいろんな曲、うん、方に聞いてもらいたいです。じゃあ特に注目なのはサビの部分の、ね、耳に残るミュージックというか、はい、はい、それでは聞いてください。メモリで Be My Toy。Be my toy さ、遊びましょう、あ、あ、おかしいその姿。 Be my toy。
はい、ということでお聞きいただきましたのはメモリさんで Be My Toy でした。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に結構乗りやすい曲で、はい、聞いてて自然で初めてだけど乗っちゃうような曲。あ、嬉しい、嬉しい。ぜひ皆さんサブスクで配信されてるようなのでしっかりチェックしてください。よろしくお願いします。ダウンロードしてね。はい、ということで引き続きメモリの皆さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なので西暦3000年人気人気の超人気アイドルグループなんですけれどもそんな皆さんがちょっとアイドルになったガールズグループとしてアーティストデビューをされたきっかけというか、うん、理由みたいなのを順番にお伺いしたいなと思うんですけども、うん、どうでしょう、お花さん。私は別名義でちょっとアイドルグループをやってた時もあって、うんうん、でもなんかちょっと中途半端にちょっと終わっちゃったなっていう思いがあって、またやりたいなと思ってたんですよ。そんな時にソエルンちゃんがインスタグラムで親しい友人で募集をかけておりまして、私やりたいって自ら立候補しまして。なるほどなるほど、返信早かったですね。すごい早かった。でね、メモリーに入ることになりましたね。そのアイドルをまずその1グループ目はそうなんですけど、やりたいって思ったのは歌が好きだったとか。あ、そうですね、私は音楽大学に行ってたの で、ね、歌もすごい好きですし、得意だし。そうですね、ミュージカル学科だったので、ダンスも一応やってたので、まあ、歌って踊ることが好きなので。なるほど、はい、やりたいなと思って。じゃあもともと結構その歌って踊るのも前からやりたかった、うん、そうですね、入りは歌って踊りたいな。アイドルだったのか、それとも本当にミュージカルをもっとやりたかったのって。なんかすごい中途半端なんですけど半々でしたね、はい、ミュージカルはすごいやりたかったんですけど、うん、まあミュージカルは年齢的にも何歳でもできるとは正直思っていて、うん、まだね20代だとアイドルとしてまずやってみて、まずやりたいなと思って。でももし、ね、これから先生誕祭とかもしかしたらミュージカルやったりとか、はい、結構生誕祭って皆さんね個人でやりたいことをやったりする企画があったりとかもすると思うので、一人ミュージカル、一人ミュージカル、そこは付き合ったりあのユナさんがねミュージカル経験があるので。あ、そうなんですね。あ、そうですね、いいです。じゃあ二人ミュージカルで。そうです。いい、他も最善で観客で、観客役でお願いします。そうなんですね。そこからじゃあこの募集を見かけて飛び込んだというか。そうですね、自らやりたいと思って、うん、おお、それは、うん、嬉しいです。メンバーかつ募集もされてるという。あのこの4人は同じ事務所なんですよ。で、お花だけ違くて。なるほどなるほど。で、4人が入ること決まった時にもう1人ぐらい欲しくないっていう話をしてて、で、その時に私が、あ、お友達だったんで、もともとお花ちゃんいいなと思ってマネージャーさんに言って、で、あの4人ぐらいフリーの子がいいよねって話をしてて、うん、その時事務所に入ってるの知らなくて、はいはい、出会った時がフリーだったんで、うん、で、あの親しい友人、あのインスタグラムのに4人ぐらい頭に浮かんだ子、やってくれそうな子で、かつ仲いい子を入れたら2人から来て連絡が、うん、1人はあの、まあ、グラビア活動をしてるんですけど、お昼 OL をやってるってことで、うん、忙しすぎるとね、あのちょっとリハとかに参加できないからごめんなさいって言って、うん、で、お花がでも一番最初でした。なるほど、連絡くれたの。ありがとうございます。本当にいいご縁で。ありがとうございます。ごめんなさい。はい、じゃあどうですか、ひなちさんは。そうですね、まずこのグループに入るきっかけが、そのうちの事務所でグループを作るってなった時に、うん、まあ、お世話になってる事務所で作るっていうことだったので、まあ、それでちょっとやりたいなっていうのがあったんですけど、うん、まあ、このメンバーを聞いてさらに、あ、やりたいってなったんですよ、うん、なんで私はもうメンバーを見てって言ったらいいんですけど、はい、とっても素敵なグループになるだろうな。アイドル自体はちょっと興味があった。アイドルはもともとやってたんですよ。あ、そうなんですね。私も前やってて、まあ、それもちょっと、まあ、消化不良で終わっちゃったみたいな感じだったので、うん、ちょっとこうどうしようかな、やろうかやらないかみたいな感じだったのが、うん、その時にちょうどこういうお話をいただいて、もう一回やってみようかっていう感じで、うん、はい、じゃあ先にユナさんが。はい、ユナさんはユナさん未経験からという、うん、そうです。まあ、4月にこの皆さんと同じ事務所に入って、うん、ちょうど、まあ、夏くらいにグループ活動の声をいただいて、うん、私もミュージカルを習ってたんですよ、うん、学生の頃で、歌うことも踊ることも好きだったので、まあ、やれるならやりたいっていう気持ちで飛び込みました、うん、なるほど。はい、どうですか、レッスンしてみて。
今のところあのレッスンしかやってないので何とも言えないんですレッスンしてみてと楽しいです楽しい本番は いかがなものかどうなるのかって感じなんでドキドキワクワクしております、うん、ステージがね、はい、どうなるかまたねライティングとかも、はい、結構ミュージカルとは違うライティングがあってすごい楽しいと照明がねやっぱ浴びるとそうですよね、うん、変わるだろう、うん、楽しみです楽しみで、はい、どうですかゆりなさんは私ももともとアイドル活動をしてたんですけど、うんまあ、解散して空白の期間があってアイドルやりたいなって思ってる時にこうお声をいただいてでこの今 K-POP にハマってるんですけど、うん、その K-POP 系のコンセプトにするよって言われてあじゃあやりたいですなるほどコンセプトにね惹かれたところがあって、うん、かっこいい系って言われたんで、うん、ちょっと興味あるなと思って Y3 系タイプね Y3 系タイプ、うんはい、なるほど始めますどうですかソエルンさん私もまあ、以前のグループがあって、うん、それもあの自分から卒業したんですよね、うん、自分から卒業してで他のやっぱ辞めた後に何個かグループのお誘いをいただいたんですけど、うん、どうしても前のグループが他社だったので、うん、他事務所の集まりで作ったものだったから自社の方がいいなと思ってその中で自社のグループを選んで何よりひなちが入るんだったら入りますって言ったんですよ私もソエルが入るんだったらみたいななるほどねお互いなんか両思いみたいになって両思いってなっちゃったんですけど そう、それで入ったんですけどもともとがアイドル大好きなので、うん、ハロープロジェクトが好きなんですけど、うん、アイドルは見るものって思ってたから正直自分がやるっていうのはその前のグループからもちょっといかがなものかって自分の中であったんですけど、うんまあ、やってて楽しかったし、まあ、このメンバーだったらいいなって思ってあとまあ年齢的にも最後のグループになるので、うんまあ、ここで完全燃焼したいなって思って入りましたなるほど結構ねこう3000年ではもう売れてるもう皆さんだと思うんですけれども、はい、結構完全燃焼って、はいはいまあ、まだ不完全燃焼がね、はい、そうですねの理由の中にもあったと思うんですけど、はいはい、この今の時代にどんな目標でやっていきたいっていうのはあるんですかいやもうとりあえずそれぞれ、まあ、別のグループだったの、うん、この4人はそれぞれまあ立ってたステージも違うと思うんですけど、うん、全員が立ったことないステージに行きたいなって私は個人的にはすごい思ってるんですけど、うんうんねうん、なんかありますかゆなさんはどうなの初めてでどうなりたいとかゆなさんですかゆなさんはちょっとまだわかんないかなわかんないもうお姉さんたちについていきたいです一番大事よねはい、一生懸命食らいついていきます、うん、ありがとうございますまあでもすごいありがたいことにデビュー前にも MV 撮影だったりとかレコーディングとかサブスクとかいっぱい事務所にやってもらってるのでその期待に応えられるようにもっと上を上を目指していきたいなと思います、はいうん、じゃあとりあえずじゃあ2年後どれぐらいのステージにっていうのがあったりするんでしょう2年後、うん、2年後どうでしょうなんか最近どんどんね、ライブハウスもなくなっていくじゃないですか私、ねまあ、どれぐらいの人数でもですね新宿のブレイズぐらいはやりたいなって思ってたんですけどブレイズもまあなくなっちゃうんですけど、うん、あれはキャパいくつなんだろうか、うん、あれはどうだろう600、700ぐらいかなか、ね、とかそれはもうちょっと高めでいってもいいと思うもっと高めですかもっと高めにいっていいかなもうちょっと高めでいってもいいよだってほら3000年に超人気アイドルなんだじゃあ千倉にしましょう千倉にしましょう、うん2年後に、はい、千倉で満員でやりましょう、はいはい、でもそれはね結構達成できるなとは思うんで、はい、皆さんぜひ頑張っていきたいと思います、はい、頑張りますというわけでねさらにもう一曲皆さんの曲を紹介していただけるということなんですけれども、はいはい、次の曲はシューティングスター、はいはい、シューティングスターはさっきの曲とは違ってロック調でとても疾走感のある曲となっております、うんどうしたMV もね、これちょうどつけてやっているので、うん、YouTube で見ていただけたらなと思いますそれでは、はい、メモリでシューティングスター
はい、ということでお聞きいただきましたのはメモリさんでシューティングスターでした。ありがとうございます。先ほどの曲とはね、結構曲調が違って、はい、持ちサビが、はい、ありがとうございますすごいね、コールしてくださってもう、はい、ぜひ本番のライブでもね、もうペンライトで応援していただいて、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今結構曲中皆さん撮影いただいてたんですけども、せっかくなので今からちょっと撮影タイムにさせていただいて、ハッシュタグひらがなメモリちゃんでツイッターにぜひ投稿していただきたいと思うんですが、お二人じゃあちょっとこちら側を来ていただいて大丈夫ですか。マイク一度テープ椅子の上に置いていただいて、じゃあ今から本当にちょっとだけですけども撮影タイムを撮りたいと。映ります、僕映ります、僕映りますよ。ハッシュタグメモリちゃんでフレッシュチャンネル、ハッシュタグメモリちゃんで撮影タイム。じゃ あ、 左から行きましょう。あ、じゃあこちら持っていただいて、あちらのカメラから順番に行きます。はい、じゃあ次、はい、次上に、はい、次下の、はい、次行きます。次じゃあ中央の方にお願いします。じゃあ中央上の赤い方、はい、その下から、はい、右下の、右下上の方、右奥の方、じゃあテレビ下の方、はい、ということでまだ目線もらってないよと方は手だけ上げてください。大丈夫ですかね。はい、もらいましたはい、ありがとうございます。で、ぜひ皆さんね、フレッシュチャンネルとひらがなメモリちゃんでハッシュタグをつけて投稿してください。僕の顔は小栗旬に似るように加工してくださいお願いします。可能な範囲でね可能な範囲でお願いします。はい、ということで皆さんにね、いろいろお話聞いてきたんですけれども、はい、はい、ここからちょっと告知の時間に移りたいと思うんですけれども、はい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 、告知はどなたが担当してくだ、はい、はい、3月9日にデビューライブメモリ生誕祭が開催されます。はい、絶賛チケット発売中なので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。3月9日です、皆さん。3月9日、はい、はい、はい、15時からです。15時からはい、はい、その後全部3の倍数、おお、3の1乗、3の2乗、知らなかった。3000年から来てるんであ、しかも3000年から来てる、はい、そういうことです。はい、そういうことかで、今回ね、メモリ生誕祭ということで、ね、はい、デビューライブとなっております。見どころはどうでしょう。見どころ、もう初めてだから、うん、見どころ全部だね、うん、でも初めて。シューティングスターって今 MV 公開されてるんですけど、うん、はい、まだ振り付いてない状態で撮ってるんですよ、うん、なのでライブで初公開です。ライブで初公開、はい、はい、シューティングスターので皆さんね、曲を事前に覚えてきて、うん、実際デビューライブで盛り上がることができて、うん、はい、で、デビューライブって言うとね、やっぱり最高さんを名乗れると。そうなんですよ、ですよ、はい、最高さんだからね、みんな。そうだよ、もう一度きりしかないからね、デビューライブは、はい、一番特別なデビューライブになると思うんで、うん、はい、グッズとかはなんかもう分かってたりするんですかね。グッズはブロマイドがあって、ブロマイド、どんな衣装の。この衣装と、あと Be My Toy とシューティングスター衣装が違うんですけど、うん、そのビーマイトイの衣装のブロマイドもあったり、うん、すごい、デビュー前から衣装が2パターン。そうなんです、ありがたいことに。すごいミュージックも至れり尽くせりな、はい、プロモーションの愛で、はい、なので皆さん今日のね、ホームページ、イベントのホームページからも各 SNS 飛べるので、ぜひ SNS チェックしていただいて、すでに前売りチケットも販売中ということなので、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、あ、はい、そして公式 X がございます。公式 X と、はい、あと公式 YouTube チャンネルがあるので、ぜひ皆さんチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。3月9日までに X の方は600人、YouTube の方は300人を目指しているので、ぜひ皆さん今日今ここで今フォローとチャンネル登録して帰ってください。お願いします。ちゃんと番組の感想も、はい、よろしくお願いします。お願いします。公式 YouTube チャンネルではどんな内容をこれからアップされていく予定ですか。何
でも MV を今流してるんですけど、うん、MV がまず入ってて、今話してるのはその振り付けの動画を、うん、あのリハやってる時に撮って流すのはどうかっていう話とかはしてます。ダンスプラクティスというかね、はい、振りコピしやすいように、はい、そうですね、はい、そう、あの MV 公開してない曲もあるんで、うん、そちらもライブでやるんですけど、はい、そちらはちょっとコミカルな感じの振りになってるので、はい、みんな真似できるんじゃないかなって思ってます。はい、はい、ぜひ公式 YouTube もチェックしてください。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、結構本当に人数いたんであれだったんですけど、あっという間でもうそろそろ番組終了の時間が早い、来ちゃいました。ゆなさん、ゆなさんどうですか、こう、いやもうこんなにね、結構本当にたくさんの方来ていただいて、もうこんな人のたくさんいるところで喋るなんて小学校の授業とか以来なので小学校の授業で中学校の授業とかで発表したりする時以来なので、ちょっと緊張したんですけど、とても楽しく喋れたかなと。デビューライブはもっといっぱいいる。そうだよ、うん、そうですよね、まあ、ちょっと、まあ、大丈夫です。大丈夫頑張ります。もう照明もね、はい、まだね、うん、デビューライブはさらに光ってるところですね。頑張ります。はい、どうですかゆりなさんは。私も初めてのラジオだったんですけど、すごい楽しかったです。で、いっぱい集まってくれてありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございますそう、楽しかったです、すごくありがとうございました。じゃあ先にお花さん。はい、ちょっとラジオはね、ちょっと久しぶりでお話が大丈夫だったかなとかちょっと心配なんです。まだキャラクターが出し切れてない。そうですね、うん、もうちょっと自分のこと次を呼んでいただけるなら、なんかお話できたらいいなと思っております。特技は、特技バク転です。お、出ました先ほども言ってましたバク転はなんでできるようになったんですか。なんで、あの機械出しやってたので。あ、はい、それで機械体操。そうです。じゃあ今度する、そこで。そこでじゃあ道端でって、いやちょっとやらないですけど、やっぱステージでね見せたいけど、やっぱ危ないよね。そうですね、ステージでバク転は。はい、動画撮ろ、動画でね、ちょっとまた SNS 上げていくので。でもバク転を教えることもできる。いやそれはちょっと怪しいですね。はい、なので教えられるなら教えてもらいたかった。あら、あら、手取り足取りよね、皆さん、ね、バク転教えてもらいたいなので皆さん、SNS フォローしてくれたら見れるかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。はい、バク転動画楽しみにしてます。ひなちどうでした。はい、このメモリーでラジオっていうのは初めてだったので、うん、やっぱり楽しいなって思いますね。みんなにこんなにいっぱい見てもらえて、ちょっと予想以上にいろんなたくさんの方に来ていただいたので、すごいびっくりしました。はい、デビュー前なのにありがとうございます。はい、デビューライブは見どころをどうぞ。見どころですか。うん、まあ、そうですね、さんから見た見どころというかね。やっぱり結構かなり練習してるのもあって、うん、デビューから完成度をすごい高めたいっていう思いで練習してて、自分的にも最高にパフォーマンスを出せるんじゃないかなって思ってるので、それも見どころなんですけど、あとはデビュー曲2曲にプラスでもう2曲やるんですよ。なのでそれもみんなの反応がすごい楽しみだなと思うので、ぜひ来てもらいたいなと思います。お願いします。お願いします。デビューライブからね、はい、ハイクオリティ目指してるってことなので。はい、そうです。はい、ぜひチェックをお願いします。お願いします。どうでした、ラジオは。はい、すごい楽しかったです。私、前いたグループでレギュラーでやらせていただいてたんですよ。うん、だからもうなんか懐かしさもあり、もう超えていきたい、過去を超えていきたいしかないので、うん、本当にみんないっぱい来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。コンセプト的には未来を超えていかない。そうですね、あの設定なんで大丈夫です、設定。大丈夫はい、ね、まあ過去知ってる人もいっぱいいると思うんですけど、これからはメモリちゃんのソエルンをよろしくお願いいたします。そしてメンバー全員のことをよろしくお願いいたします。デビューライブに向けてみんな一生懸命練習してるので、絶対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 来てください。待ってます。お願いします。3月9日ですね。はい、デビューライブ、はい、メモリデビューライブ、メモリ生誕祭、はいはいはい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、あのラジオちょっと時間が余ったので、やろうと思ってた、ちょっとトークテーマを一つ出したいと思うんで、変なのないですか。変なのもありますあるんだ。変なのもあります。なのでこちら、じゃあ誰に答えてもらおうかな。じゃあゆなさんに答えてもらいたいと思います。いきます。今までついた一番大きい嘘は。うわ、なんだそれ。どうでしょう全然思いつかない。
私結構嘘が苦手なタイプで、すぐ何でも言っちゃうんですよ。なるほどね、本当のことをね、あったことかとか、ことか、しゃしゃしゃ、そう、なんで、大きい嘘はないということですね。嘘ついたことないの？いや、多分あるんですけど、全然思いつかない、うん、ちっちゃい、ありますか？じゃあ次、ゆりなさんに聞きたいと思います。自分だけの変わった習慣は？習慣なんだろう。家帰ってまず、はい、はい、あの最近お粥にハマってて、食べてるわ。2日前にお粥を食べてエナジーチャージしてるんですよ。それはリゾットじゃダメなの？いや、なんかお粥がいいんですよ。あのコンビニに売ってるこういう非増殖のお粥を常温で食べる。鮭とか卵とかの。あ、そうです、常温で、常温でスプーンこう突っ込んで食べるっていうのにちょっと最近ハマって。どこでも食べてますね。食べてる。そうです、おいしいんですよ。うん、おいしいよね。おいしいです、うん、はい、けどなぜ常温なの？ あったかい方がおいしいんじゃないかな。あ、ちょっとめんどくさい。性格が出てる。めんどくさいなっていう。知的じゃないかも。はい、じゃあソエルンに、はい、異性のドキッとする言動や癖。癖とちょっと違うかもしれないけど、私あのアキレス腱好きなんですよね。おだから本当にあの体育の時間の、なるほど、アキレス腱ずっと見てました、こうやって。じゃあ皆さん、ファンの方は応援に行くときはアキレス腱出してきてね、みんな。ハーフパンツでお願いします。待ってるよ、ハーフパンツで。くるぶしソックス、くるぶしソックスでよろしく。寒い。はい、ということでね、もうそろそろ時間になってきたので、はい、本日も皆さんありがとうございました。はい、もう結構ね、喋り尽くせないぐらい皆さんいろいろね、キャラクターとコンセプトがいろいろあるんで、ぜひデビューライブとかの MC も楽しみにしながら、これから3000年後ね、楽しみにしたいと思います。本日はフレッシュチャンネル、ありがとうございました。最後、こちらに手を振って終わります。皆さんでありがとうございました。ありがとうございました。